が父も母もちょっと来客が多くて、お家にお客様がお見えになることがとても多いお家だったので、まあ、その際にそのゲストの方に前もって何が食べたいですかとか、あとはその来る方の好きなものを聞いて、それに合わせてお料理を作って、うちで一緒にお食事っていうことが多かったんですけれども、やはりその時でも気にかけていたことは、旬のものを取り入れるっていうことを大切にしていて、それはまあ今も同じなんですけれども、日本は特に四季があって、毎月のように行事ごとがあるんですね。でその行事によっていただく食べ物がまたありまして、やはりその旬のものを取り入れたお料理、そして器選びもとても大切だと思っていて、まあ、その理由としては器もやはり四季があるので、その四季を取り入れられる器選びっていうのを食事を準備する際にはとても気をつけています。でやはり食事の際もうちに一切プラスチックのお皿が器がなかったんですね。でそれは母がとても気にしていたことの一つで、割ってもいいから、まあ、怪我はしちゃいけないんですけど、まあ、割れてもいいからプラスチックではおやつとかも出さずに、食事もそういう陶器とかガラスの器に必ず出してくれてましたね。なのでそのヨーロッパのアンティークだったりとか、まあ、器、まあ、作家物とかはとても幼い頃から身近に触れることのできるものでした。まあ、マイセン自体幼い頃からとても身近にあった食器ブランドってこともありますし、あとはやっぱし母がもともとそのヨーロッパのアンティークをコレクションするのが趣味でして、まあ本当物心ついた時から家の中にそのアンティークのマイセンの時計だったりとか、キャンドルスタンドだったりとか、まあ、鏡ですとか、そういうのがお家に、まあ、装飾品としてあって、マイセンっていうブランドは、まあ、幼い頃からとても身近にあった存在だったので、あ、気づいたらこれマイセンだったんだっていうことが多くって、でもそのマイセンをもっと知りたいって思ったきっかけの一つは、まあ、母がそのヨーロッパのアンティークを集めることが趣味だったので、母とヨーロッパに旅行に行った際に、多分私が大学に行く前だったと思うんですけれども、あるヨーロッパのアンティークショップにふと立ち寄ったんですね。その時にふと私の目に留まったのが、ちっちゃいコーヒーカップなんですけれども、黒いバラの絵柄のコーヒーカップを見つけて、まあ、一脚しかなかったんですけれども、あ、これなんだろうと思ってパッと裏をひっくり返した際に、あ、マイセンのマークだって思ったんですね。でマイセンのマークは、まあ、結構見てたので、その剣がこう2つクロスになっているマークっていうのはもう知ってたので、でそこになんか下に星が書いてあったんですね。あれ、これ多分マイセンのマークだけれども、この星のついてるそのマークは見たことがなかったので、これマイセンなのかなと思って、そのお店の方に聞いたら、これは18世紀初めのマイセンのマークなんだよっていうのをその時に初めて教えていただいて、あ、マイセンってそのマークによって年代を知ることもできるし、とてもマイセンって言ったら華やかなお花柄だったりとか華やかなイメージがあったんですけれども、あ、黒のローズも描くんだなって、いろいろなデザインを描くことができるんだなってその時思って、それから興味を持ち始めました。私がやっぱしこのマイセンに惹かれる理由として、
はっと思ったのは、あのマイセンの中にシリーズの中にブルーオーキッドっていうランの花をモチーフにしたあのブルーの絵付けのシリーズがあったりとか、あとはその、ブルーオニオンっていう、まあ、これはあのそのマイセンがとてもその中国とかあの日本 の、 その華やかな絵付けとかこの白い磁器にとてもあのなんて言うんでしょうね、あの魅力を感じていた。マイセンが独自に絵付けしたのがそのブルーオニオンっていうシリーズなんですけれども、これ青い玉ねぎなんですけれども、まあ、有名な話であの玉ねぎではなく実はザクロだったっていう、で中国ではそのザクロだったりあの桃だったりとかはとてもあの子孫繁栄のシンボルでもあるので、たまたまその絵をヨーロッパの人たちがあのザクロなんだけれども玉ねぎとちょっと勘違いしてしまったっていう、そういうお話ストーリーで、そういうストーリー性もとても面白いし、あとはそのブルーの絵付けっていうのがその日本の伊万里の染め付けととても似てるんですね。やはりそこからあの影響を受けてると思うので、なのでうちにやはり父があの九州出身で、あのうちにその伊万里焼きもとても多くあって、日頃から普段あのその伊万里焼をあの使っていたんですけれども、その華やかな絵付けの伊万里焼で、そしてシンプルなブルーだけれども華やかな絵柄の染め付けっていうのがとてもこのマイセンに似てるところがあるって感じたんですね。でそれで他のヨーロッパのブランドよりもやっぱしこのマイセンにちょっと惹かれて言ったっていう部分はあると思います。そのストーリーを知ることによって、この人がなんでこんな絵付けをしたんだとか、その想像が膨らむ、で盛るお料理にちょっとやっぱしいいヒントになる時もあるんですね。どんな季節に使ったらいいんだろうかっていうヒントになるので、やっぱしそのストーリーっていうのは大事にしたいですね。食事を準備するときはもちろんあの旬のものを取り入れて、もちろんそのゲストの方とか家族のために美味しいものを作るっていうのは基本的にあるんですけれども、やはりあの韓国のことわざでポギジョウンとギバットジョッタっていうそのことわざがとても、ああなるほどって思うのが、やはりあの見た目も華やかで綺麗であればもっと美味しいお料理になるって考えているので、そのやっぱりその器の使い方で、使い方によって同じ料理でもあの全然違く味わうことができると思うので、やっぱりその器選びっていうのはあの食事を準備する際はとても重要なあのものだと私は考えてます。マイセンに関わらず食器選びで気をつけているっていうか、まあ、あの選ぶときに一番重要なことはやっぱりあの食器なので、装飾品ではなく私が使いたいものっていうのがまあ一番で、まあ、そこであの一番使いたいもので、私あのやっぱりあのお料理をしている人なので、あのこの器にこんな料理を盛ったらいいなとかイメージが湧くもので、逆にその器を見て、あこんな料理を作ってみたいなってレシピを思い浮かぶこともあるんですね、その食器を見て。であの、まあ、大きくなって、まあ、母にそのことを聞いたんですね。あのなんでうちはプラスチックの器がないのとか聞いたら、あの母が言ってるのは、幼い時から割れないプラスチックのお皿じゃなく、そういう陶器の器だったりとかガラスだったりを使わせることで、あなたたちがあのそのものに対しての大切さとか、もし割れてしまった時でも、あ
今後はちょっと気をつけようっていう、そのものに対するありがたさを感じることができるから、そういうものを使わせていたんだよっていうお話を大きくなって聞きまして、あ、それはとても大事なことだなって私も実感したし、とてもありがたく今でも思ってることの一つです。器に対するありがたさで、大切に使わないといけないっていう心がけっていうのは自然と身についていると思います。